ファン大歓喜。平野章の突然の発表で会場が熱狂した理由とは、有明公演最終日に隠されたサプライズとは、藤井流星がサプライズ登場。友情と絆が光る感動の再会シーン。有明公演最終日の昼公演に、平野章からある驚くべき発表があった。その映像は、観客を感動させるものであり、 最終日のフライング演出もまた特筆すべきだった。この3日間、彼らは最後の瞬間まで走り抜け、観客は彼らの情熱とエネルギーに感動し、涙した。特に昼公演では、平野章が突然の発表を行い、会場を一気に盛り上げた。平野章の発表は、DVD 収録が行われていることだった。この知らせに観客は驚きと喜びで沸き立った。通常、 こうした情報は事前に告知されることは少なく、その場のサプライズとして発表されることが多い。今回も例外ではなく、平野の突然の発表に観客は歓声を上げた。彼の言葉は、彼自身も驚いているような口調で、今日、カメラがたくさん入っているでしょう。それは DVD 収録が行われているからなんだと語った。この瞬間、観客は平野の自然体の MC に引き込まれ、 一体感を感をじたさらに岸優太と神宮寺優太もこの発表に大笑いし「それ言っちゃうの?」と驚きつつも楽しんでいる様子が伝わった彼らのリラックスした雰囲気と自然なやり取りは観客にとっても親近感を抱かせるものだったまた平野がファンサービスについて語った場面も印象的だった「ファンの皆さん求めすぎなんだよね」と冗談交じりに言い俺たちが投げかけたら ちゃんと返し,て欲しいんだギブアンドテイクだからねと続けたこの言葉に会場は再び笑いに包まれ彼らのユーモアと観客との距離の近さが垣間見えたその後の公演では騎士が首を振りながら熱狂的なパフォーマンスを見せ観客を沸かせた彼のエネルギッシュな動きはまるでロックコンサートのようで観客も一緒に盛り上がった騎士と神宮寺のやりとりも絶妙で 特に騎士が、はいはいはいと首を振りながら話を聞く姿は、観客に大いに受けた。神宮寺が、あいつちが大きすぎない、とツッコミを入れる場面もあり、三人の息の合ったパフォーマンスとユーモアが光った。また、平野が、ミッキージゃんと神宮寺の笑い方を指摘するシーンも笑いを誘った。彼らの自然体でリラックスした雰囲気は、観客にとって非常に心地よく、笑顔があふれる空間を作り出していた。 こうした彼らのパフォーマンスは観客にとって忘れられない思い出となったに違いない。そして公演の終盤には平野が再び観客にメッセージを送った。皆さん、本当にありがとう。これからも応援よろしくお願いします。と感謝の気持ちを伝えた。この言葉に観客は大きな拍手を送り、彼らの思いに依いえた。最終日の夜公演では、 ささらに感感動的な瞬間がが待っていることが予感された。夜公演ではさらに驚くべきサプライズが用意されていた平野が「今日は特別なゲストをお迎えしています」と言うと会場は静まり返ったそして幕が上がると同時に登場したのは彼らの旧友である藤井流星だった彼の登場に観客は大歓声を上げ再会の瞬間に涙する人も多かった 藤井は、今日は皆さんと一緒に、この特別な夜を過ごせて本当に嬉しいです、と挨拶し、温かい拍手に包まれた。藤井と平野、岸、神宮寺の4人は、昔からの友人であり、共に多くの時間を過ごしてきた。彼らの再会は、観客にとっても感動的な瞬間であり、特に彼らが一緒に歌う場面は最高のハイライトだった。4人が揃ってパフォーマンスする姿は、 まさに圧巻であり、観客はその瞬間を一生忘れないだろう。この特別な夜の終わりには、彼ら全員がステージに並び、観客に向かってしんしんとお辞儀をした。皆さん、本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。と全員で声を揃えていい、会場は感動と拍手の嵐に包まれた。観客は立ち上がり、彼らの名前を叫び続けた。その瞬間、 彼らの絆と観客との深い結びつきを感じた。この三日間の公演は、彼らにとっても観客にとっても、かけがえのない思い出となった。彼らの情熱とエネルギー、そしてユーモアあふれるパフォーマンスは、観客の心に深く刻まれた。彼らがこれからも輝き続けることを願いつつ、観客は再び彼らに会える日を楽しみにしているだろう。この公演を通じて、 彼らは観客に何を伝えたかったのか。それは感謝と愛だった。彼らは常にファンのことを思い、感謝の気持ちを忘れない。そして、ファンとの絆を大切にし、共に歩んでいくことを誓った。このメッセージは、観客の心に深く響き、彼らの未来に希望を持たせた。この公演の成功は、彼らの努力とファンの支えによるものだった。 彼らはこれからも新たな挑戦を続け、ファンに感動を与え続けるだろう。そして、ファンもまた彼らを支え続けることで、その絆はさらに強くなっていくに違いない。この公演の終わりに、観客は一つの問いを抱いた。次はどんなサプライズが待っているのだろう。彼らの未来には、まだまだ多くの驚きと感動が待っている。それを楽しみにしながら、 ファンは彼らの活動を見守り続けるだろう。そして、彼らの輝かしい未来に向かって、一緒に歩んでいくことを心から願っている。このように、彼らの公演は観客にとってただのエンターテインメントではなく、心の深い部分に響く特別な体験となった。彼らの情熱と努力、そして観客への感謝の気持ちが伝わったこの公演は、彼らのキャリアの中でも特に記憶に残るものであったに違いない。 次回の公演も彼らの新たな挑戦とサプライズが待っていることを期待しながら観客はその日を心待ちにしている。最後にこの公演を通じて感じた彼らのメッセージを改めて心に刻みたい。感謝と愛そして共に歩む未来。これからも彼らの活躍を見守り応援し続けることがファンにとっての最大の喜びとなるだろう。次回の公演で 彼らがどのような新たな感動を届けてくれるのか、その日を楽しみにしている。この感動的な公演の後、観客は家路に着きながら、次回の公演への期待と興奮を胸に抱えていた。彼らのパフォーマンスは、単なる音楽やダンスの枠を超え、心に深く刻まれる体験を提供するものだった。彼らの情熱とエネルギーは観客に伝わり、その場の全員が一体感を感じることができた。 平野翔、岩優太、神宮寺・優太、そして特別ゲストの藤井流星の4人が見せたパフォーマンスは、彼らの友情と絆の強さを示していた。特に藤井の登場は、公演のハイライトの一つであり、彼らの再会を目の当たりにした観客は感動の涙を流した。彼らの友情は、ファンにとっても励みとなり、これからも彼らを支えていく大きな力となるだろう。この公演では、 彼らが観客に対して何度も感謝の気持ちを表現した。皆さんの応援があるからこそ、僕たちはここまで来ることができましたと平野は語り、その言葉に観客は大きな拍手でいらえた。彼らの言葉は決して形式的なものではなく、心からの感謝の気持ちが伝わってきた。こうした誠実さが、彼らの魅力の一つであり、ファンが彼らを応援し続ける理由の一つでもある。 公演の終わりに近づくにつれ、彼らのエネルギーはさらに高まり、最後の曲が終わるまで観客を引きつけてやまなかった。彼らのパフォーマンスは、一瞬たりとも目が離せないものであり、観客はその一瞬一瞬を心に焼きつけた。彼らがステージから去った後も、観客は彼らの余韻に浸りながら、その場を離れ難い気持ちでいっぱいだった。観客が会場を後にするとき、 彼らは次回の公演に対する期待とともに、一つの問いを心に抱いていた。次はどんな驚きが待っているのだろう。彼らの未来には、まだまだ多くのサプライズと感動が待っていることは間違いない。ファンはその日を心待ちにしながら、彼らの活動を見守り続けるだろう。